皇太子、成人新郎と、大和田正子の結婚の儀北白川の宮永久王と、同妃、昭子小倉百人一首に描かれた、洋贅天皇平安小族は、平安時代に確立された皇族、貴族の衣服。平安時代の日本の衣服については、源氏物語絵巻、年中行事絵巻、伴え、大納言言葉などの絵巻物に描かれた人物像が重要な資料である。 日本語記、俗日本語記、日本三代実録、日本記略、そして物語、日記などの書物も当時を知る資料である。しかし、平安時代の衣服は、現在もわからないことが多い。これは、衣服の原材料である絹、麻などの背には、金属、木材に比べて、極めて時間経過による劣化が激しく、時代を超えて残ることがほとんどないためである。平安時代も、 中期までは服装について、奈良時代と大きく違うことはなかったが、昭和年間の遣唐使の途絶以降、あらゆる文化の側面において、中国大陸の文化の影響を離れた日本独自の国風文化が盛んになった。国風文化は衣服にも現れ、特に形状において大ぶりなものとなった。織模様や染色技術の進展によって色彩に多様性が生まれ、朝廷における、 儀式行事に用いられることによって、貴族の衣服は文化的な向上を見捨てた。また、大振りとなった装束に針を持たせるため、強く糊を張った、強小族または、強し装束と呼ばれる着装法の登場によって、装束の形状変化は一定の執着に至った。平安期に登場した装束はそれ以降も、朝廷、幕府等の儀礼に用いられ、 着想法や着想する儀式と装束の相関に様々な時代的変化を経たものの形状等の基礎的な部分においては現代に至っても通定している。平安時代以前の衣服と比べれば平安時代の衣服の方がより詳しくわかっている。しかし専門家が交渉する場合であっても平安時代の衣服を復元する試みにおいては推定により作っている部分が多い。 京都府京都市下京区に風俗博物館があり、平安時代の日本の衣服を中心に交渉により復元された服が展示されている。現代においては、皇族が結婚の儀、立大使の礼、即位の礼などをはじめとした儀式、宮中祭祀において着用している。他に、公家、家族の流れを組む休暇でも行事や結婚の際に着用されている。民間でも、 平安時代に由来する、または平安時代を復元した祭りの時代行列、極水の円筒に見られる。また、皇族、貴族が来ていたというイメージや、ひな人形として親しまれていることから、一般人の間でも、婚礼衣装としても需要がある。平成以降では、皇族や有名人が平安小族で挙式した場合に、一時的ではあるが、ブームが起きている。 1990年の秋篠宮夫妻の結婚時、1993年の皇太子夫妻の結婚時、2007年の女優、藤原の理科の結婚時に、それぞれ人気を集めた。なお、昭和中期においては、このようなブームはなく、1959年頃のミッチーブームの際でも、神社の宮司の娘が着用したことが雑誌で紹介されたのみである。 昭和3年11月、昭和天皇の即位礼仮犬姿の参上、耳皇后時代、逸ギヌ等衣装を着用する三子。白地の唐犬は皇后のみに許される明治以降、国家によって、採取制度が整えられていく際、新職の複製に関して遺憾、仮犬を用いるよう制度化された。ありがとうございます。